い、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ギリコちゃんです。はい、はじめ社長が来たんで倒したいと思います。多分まだねクリアしてないんですよ。ですけど、まあムーで適当に打ってるだけで倒せるんじゃないかなと思ってんだけど、どうなんだろう、やってみよう。適当に、まあまあまあ、もう適当に弾こう。うん、まあ、特にもうゼロ打ちで、ゼロ秒打ちで適当打ちします。でも舐めてると負けるかな、適当打ち。おお、強いな。しかも毒だもんね、悪くないんじゃない。ああ、ボシュン、適当打ち。さあどうだ、参ったか、斎藤っち。どこが弱点なんだお前、股間じゃねえか弱点お前。あ、すいません、弱点のうち吹くんだけど。おお、いいね。おお、強い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 。これはムーやな、今のところ。ああ、おお、挟まっていく、すごいじゃん。おい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 、おお、いいねいいねいいね、いいよ、気に入ったよそのパワー。ああ、待って、それは適当にできない。ダメ王はやばい、ダメ王重力か、意外と危ないな、適当にできなかったですね。しかも消えない説、いやいや待って、適当にできない。お前の全てを否定してやる。お前の全てを否定してやる。でかくなったな、急に。急にビッグサイズだね、お兄さん、ほんと。適当値できなかったわ。うん。お前の全てを否定してやる。で、ワープも出しそうだね、なんだったらね。って考えると、ちょっとすっぺっちゃすっぺな。あ、失敗した。あ、重力ありはない、ちょっとそれはしょっぱい、それ泣けてくる。おお、いいじゃん、ありがとうね。ムームラ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 する男。俺の予想を圧倒的に上回った動きだった。なるほどね、獅子王が楽しみだね。まあこれも多分、多分ってこれ道角のみでしょこれね。えやりづらいっちゃやりづらそうだけどね、果たしてどんな感じになるのかこれね。え、いやー、ダメをやめてほしいな、酸っぱいよそれは。強い強い強い、まあ強いね、シンプルに。おお、毒やるね、やるやん、レッツゴー、本領地。さあ、SS 溜まったんで、SS ぶっ放していきましょう、ここからは。ストライクショット。俺の予想を圧倒的に上回った動きだった。予想を上回ってんだ、ムーの動きは。なるほどね。まあ、悪くはないと思うよ、強いから。お、なんかいる。右上になんかいる。眠るが良い。眠るが良い。あ、これもらったんじゃない、もう左側入るんじゃない、いくよ。あっ、はっ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 は、スピクリできなかったんだけど。せっかくの戦いに水を差された、決着はまたの機会だ。なるほどね、あー、直ドロ飲むか、やっぱりすっぺー。これまた99個集めないといけないから大変だな。うん、2日3日で終わらせられたらな、ちょっとスケジュール的にね。うん、通信中が長いね今日ね。まあスピークルマンも関係ねえかぶっちゃけ。はい、はじめさんゲットしました、オッケー。まあコラボガチャは白馬とか来ないから、そこら辺狙いなければちょっとすっぺんだけど、まあいっか、このメダルがすごいっていうもんね、こういうのはね、2500枚ってことで。はい、最後進化させてやめますか。長いね通信中がね、みんなガチャ多分引いてんだろうねこれね、一斉に。
さあ、はじめさんを進化させて。長いな通信中、これメンテナンス来ちゃうんじゃない、これあの名台詞出ちゃう、俺ダメだよそれ、危ない危ない危ない。長いね、負荷かかってるねこれ、うん、はい、斎藤はじめ無事にゲットすることができました。ガトツゼロ式ってあったな確かな。ゼロ式ってなんだっけ。はい、よろしい、成功、大成功かな。はい、そんなわけで、斎藤はじめさんゲットすることができました。ムーではなさそうだな、ムーも強いんだけどね、もっと最適キャラがいると思うんで、皆さんコメント欄で私にいろいろ教えてっちょ。以上、キコちゃんでした。バイバイ。